こんなん欲しくなっちゃうよ。サイドサンド。よし。はい、キーレス。うん。オフになりました。R1250GS。やべ、超かっこいいね。はい。このボタン短く押すと、はい。電源つきます。はい、あ、エンジンかけるのは一緒に寝ないんですか？はい。走行モードもあります。はい。はい。これシートヒーターも。これシートヒートですか？で、このヒーター関係は、はい。長押し、このボタンとオンオフ。はい。できます。はい。今、つけときます。消しときます。あ、消しといて大丈夫ですか？止めますってなったら、ここ長押し。はい。あ、了解です。短く押すと画面変わっちゃうんで。はい。あ、わかりました。で、ウィンカーは一緒です。はい。で、サスペンションはもうオートです。はい。設定ないです。はい。ミドルスタートコントロールっていうのついてます。はい。これなんですけど、ああ、ちょっと実際にやってみた方が早いな。あの、止まってる時とか作動してるんですけど、はい。これで、こう今動くね、フロントブレーキを、はい。握ると、エイシってやって、はい。動かない。あ、ホールドしてくれるってことですか？すげえ。あ、そう。解除するときは、はい。普通に直入れてアクセルかけて、ああ。わかりました。もしくは、はい。もう一回同じく、ゲット握り直せば、はいはい。解除される。すげえ。あ、こんなついてるんですね。信号待ちとかです。はいはいはい。確かに、楽ですよね。で、鍵を。あ、鍵を。はい。これ3万円しますから、なくさないで。これで。あ、はい、すごいな、いろいろできるんですね。これで北海道とか四国行くとすごく楽だ。いや、楽でしょうね。高速とかめちゃくちゃ楽だと思う。じゃあちょっと体感してきます。すげえ。あ、すごいな。ということで R1250GS に急遽乗ることになりまして、試乗させてもらってます。あ、すごい、これ超滑らかなんだけど。てか、めっちゃシートがいい感じですね。ふかふか。いつものコースで行きますかね。いや、めっちゃ楽だな、これ。風もシールドの影響か、まあちょっとまだ高速走行してないからあれですけど、加速がすごい滑らかですね。おお、もう一気に50ぐらいまでなら全然行くし、いやー、すごいな、これ。グリップヒーター、シートヒーター、キーレス、で、なんか、ホールドブレーキっていうのが、さっき説明にもあったんですけど、そんなことまでできちゃうんですね。オートホールドか。車でいうオートホールド的なやつ。ホールドにならない。よくわかんない。しかも液晶メーターですね。あ、いろんなとこ行っちゃう。あ、青になりましたね。行きまーす。もうね、乗車姿勢がめっちゃ楽です。これは長距離マジで快適だわ。このメーター周りもかっこいい、本当に。しかも見やすい、分かりやすい。時計まで全部見える。こういうアドベンチャータイプに乗るのが初めてなんですよね。あー、こんな快適なんだ、素晴らしい。ちょっと
加湿器はあれかな、僕180ありますけど、180でちょうど足の裏がついて若干曲がるみたいな、ちょっと車高は高めかもしれないです。ウィンカーの位置に自信がない、いつものやつと違うから。これこそ本当にどこまでも行っちゃいたくなるバイクだよな、本当に。てかもう視界がすごいもん、視界が素晴らしい、素晴らしく広い、半端ない。なんか前傾とか全くそういう概念がないですねもう楽すぎる。いやーいいねー。やっぱ同じ水平ボクサー2気筒エンジンでも90の方がやっぱ振動がすごいね、伝わってくるよね。 1200GS は全然振動感じない。でもそれでもね、やっぱ排気量があるだけあって音もねちゃんと聞こえますし、でも振動は明らかに少ないね。あれなんて こんな横揺れとか全くないもうなんか後ろのシートがお尻にケツにフィットする感じとかたまりませんよ。たまらんよ。このフォークがこう段差でね、こう浮き沈みするところとかも結構よくわかりますウィンカーの位置が難しい。水平対向だけども車幅がそもそもあるからエンジンの張り出しを感じない作りですね。ただ風はもちろん受けるけど、このスクリーンがある関係でもここは無風なんよ。もうここは無風ではない無風ではないけど、もう全然受けない風を。ほら、あ、ほら全然違うでしょ。ほら、おーいって持って帰るよ。全然持って帰れない、それはそうだけど、でもそれが快適。あー、視界も開けるしね、素晴らしいっすよマジで。こんなん欲しくなっちゃうよ。いやでも僕に R90 ちゃんがあるからうわー、ここで止まろう。これセンタースタンドついてんのか、そういうことね。よし、うん、サイドスタンド、よし。え、キーレス、うん、オフになりました。じゃあ改めてね R1200GS の外装を見てみましょう。これも肩持ちでスイングアームなんですね。R1250GS、 超かっこいいね。この左右非対称な感じとかたまんないですね。前照灯の、いやーこのバイクもなかなかこれで飲めそうなフォルムしてんな僕の R90 もねこうやって見ながら全然飲めますけどね、酒を。それくらいかっこいいっす。エンジン音聞いてみますか。あ、これでやるのか。かっこいい、このオープニング画面もかっこいいっすね。このセルを回すと、おい、びっくりした船の音か、このバイクの音かと思った心に響いてくるサウンド。マジでいいよとか、やっぱり振動はないですね。お、光った感じもかっこいい。うわ、眩しい。夕日に映えるバイク、いいね。
をご覧あれ。いやー全然いい。マジで風は感じんないけど、結構スピードを上げたとしても、いやこれはマジで、あのかっこよさと乗りやすさを兼ね備えてる感じですね。こんなまた乗りたくなるやん。